老朽化したビルの建て替えを進める仙台都心再構築プロジェクトの第一号となるビルがオープンしました青葉区中央にオープンしたのは NTT 都市開発が整備したアーバンネット仙台中央ビルです一定の要件を満たせば建て替え費用の補助などが受けられる仙台市の制度に初めて認定されたビルでセレモニーには郡市長らが出席し開業を祝いました ビルは地上19階、地下1階建てで、延べ床面積はおよそ4万2千平方メートル。5階から19階のオフィスフロアは仙台駅西口エリア最大級の広さです。また、来月から本格運用が始まる次世代放射光施設ナノテラスと専用のネットワーク回線で結んだ分析室も設けられていて、研究開発の拠点としても期待されています。